よいしょー、狙おうか。手前ショートパー、ジェレミー、決めた。ラッキーありません。止めて、わー、マチキン、わー、強い。まずここですね。え、当たってる今の。うわー、帰ってきます。うわー、メテオ、お前偉すぎ。メテオメテオ、これはガチ解除が通るでしょうか。高い位置でかわしています。ジェンジのアタッカーサイドでスタートしていきます。まあ俺的にはメテオ好きだからジェンジ買ってほしいな。そして今回からクラシックすでにチームスキンを持っている選手がいます。下にはメテオ、うわー、ジェネミー強い。ファーストブラッド、これでもう寄りますね。トンネル3名見えました。メインからはアストラだろうという予想はできますが、ディフェンダーサイド、ジェシーバッシュはどうするか。もう離婚はありません。フラッシュ合わせ。トンネルからのプレッシャーはボルコム。それ当たんの。ヒットストップをうまく生かしながらの戦いでしたが、今度はボルコム。ここではテクスチャーが。最悪だわ。ドリブルだ。苦しい試合で制しました。行えていたので3方向から挟んでいたんですよ、もうすでに。強いよ。これはもうテクスチャーが崩したと言っていいでしょうね。マジでテクスチャー本当にグローバル e スポーツいた時の5倍強いわ。はい、エッジを即座に仕掛けていくのが、いや、セッチ前に狙う。あー、インビー、ジェレミー、マジで、クラシック、シェリフ、クラシック、クラシック、マ追加のリコンボルト2人移った。足が止まった。正面は合計3名、ショックボルト2本使ってドローンまで使った。うわー、きついね。もうアビリティはないチームシークレット。クラシックに3人殺されてる。3名待ち。いやでもファイトがうまいね、普通に。限界のワンフォー、これ相当難しいぞ。取った。うわー、いやファイトがうまいでしょ。あのタイミングで前に出る動きでテクスチャー前に出ます。インビーファーストバット、メテオマーシャル来た。寄ったところは、おっとっとっと、これすれ違う危険があるが、テクスチャー、あっ、あっ、これインビだ。これテクスチャーからびっくりですよね。覗いてたら前に出てきたぞ。で、前にはインビ、うん、このタイミング勝負されますね。フラグメント、いいグレだ。残り5秒です。ノータイムだ。間に合わない。削りの判断。で、前にはボルコム。これ殺されないと。できれば倒されたよ。危ねえ、よかったね、殺されて。メテオを倒し、第3ラウンドは2対1です。武器差を生かしながらも後ろ目で配置する。ここでシーカーを切りながらラキアが入っていきます。手前にはボルコム。アグレッシブなボルコム。カロン、カロンのセルフ。これで3対5。いや、ジェレミー、ここにもメテオ。ゲーム。当たった。当たってる。2対4。101のダメージ。NGG。なんとかタイルが横からマンチキのカバーです。って見せたジェンジー。ヌートラライズ。ノータイムだね。ワンオツ、時間はもうありません。最後マッチキン。3対2、スリフティーで持っていきました。いや、メテオのマーシャル、マジで素晴らしいな。うますぎるよ。マーシャルワンピックであること。セットアップが来るともうフィジカル勝負。カバーの射線はこのクロスしかありません。ジェレミーが釣って NDG にキルを譲るような形を取るかと思いますが。ただジェシーバッシュも、先ほどワイヤーが切られたから警戒はしていますが、エントリーのタイミング、ハンタツイルを狙うか。おお、よう逃げた。逃げた。リコンボルト、映っている。追加のリコンボルト、さらに残り8秒。いやー、よー、今逃げたな。分かった状態で守れている NDG。 ただ裏から時間ないぞ。裏からテクスチャーが走ってくる。 NDG 立ち回る、ダブルキル。うわー、うわー、強ーよ。マジで殺しきったな。お手本でしたね、今の。完璧。カメラで映し、追加のリコンボルトさらに壊さなきゃいけないところ。はい、あとインビも非常にこうゼロポイントも含めて打ち合ってくれてる。おー、それ頭けれども、綺麗だ。 B にはジェレミーがいます。ドローンとハンターズフューリーを持っているジェシーバッシュはすでに A のバックへ。エントリーのタイミングでハンターズフューリー切られますよ。さあ、スター2個が置かれました。まあここはきっかけになるだろうとボルコもインビも分かっています。フラッシュ合わせ。ここはフラッシュ使いつけハンターズフューリー、リコンボルト3に移った。しかしボルコも倒れている。完璧に当たってる。捉えている。まあボム3対2のリテイク。そこにはバイパスピット。ラキアの体力ないしバンダル出しでめっちゃ嫌だな。すでにリコンボルトはないぞ。ショックボルト打って、削ってる。半分。うわ、当たりそうな。キアに怖え。クリティカルヒット。うわぁ、中に入ってくチームシーケット。マンチキン死んだらもう無理だな、これ。グッとまたラキア。側面取った。一人。うわ、今ワンチャンやった。フラッシュ使って横から出てくるが、ジェシーマッシュ対応してる。うわぁ、6対2。
入っていくところはエルボープッシュ、ここは NDG。 あーこれもう音聞けてるんで、これ奥まで詰めそうですよ。めーちゃくちゃいい報告をしてる NDG。 これディフェンダーがそこまで押し上げられるか、ジェレミーの動き重要。ホールコムをそこに合わせて、ホールから顔出し、後ろから NDG。 うわーワンキルト、ワンキルト。今度はボルコムの射線はメテオ、まあ、グロかった。いや2キル欲しいだろ。ただここにはうわージェレミーうまい。頭1個インビー、ここも横からジェシーバッシュ。 DS ジェシーバッシュうますぎー。9対4。問題はメテオがクラシック。メテオがいやドローン流しますね。偉いねー、めっちゃ偉いわ。そのドローンはマジで偉い。これがモバ経験者の策的能力。飲まれるでしょう。ここはカロンの打ち合い、ジェシーバッシュ。これでハンターズフューリーまであと1つ。頭取った。ガーディアンを持っていたジェレミーを倒し、このガーディアンを拾っていくのは NDG。 AA フラッシュ泣いてしまったからこそなのかもしれません。トレイルブレーダー高め、カロンファーストブラッド、スルッと入っていく NDG。 そこの車線はなんとか今マンチキンが見ています。この勝負次第では変わるかもしれません。マンチキン正面に意識が、ブイダーボールでチーズシークレット挟み込んだ。綺麗なハサミだわマジで。横取った、強い。残る1人、メテオワンオンツー。ボルコム削って、最後ボルコムが倒して11対4。これはハンターではなかった。そのまま入っていく、スクリーン切って、おジェシーバッシュ入っていく。そんなことあるか。まあ確かにハンターのフューリー警戒して下がりますよね。そうですね、その駆け引きをしていったジェシーバッシュ。いや心理戦も見事だ。いや今のは驚きましたね。いや今のはでもそうですね、ゼロポイント入ってきました。ハンターズフューリー打ってメテオの位置を探っていく。ケージに入ったメテオ、うわマンチキン死んだ。うわマジそれ、ホールコマホールコマ、うわキツメテオ。テクスチャーが裏取ったけどメテオを手で殺されて、どうする。ボールコムなのかテクスチャーなのか。カロンの位置、この位置は NDG が対応するが、壁1枚を挟んだこの勝負は。カロンお前救うのか。リロータイミング、あこれはただバックサイド、ジェジェーチームシークレット抑え切りました。ジェンジ寄っています。これ僕どこに置いてんの、はい、バイパー手前に置いてるか。ただこの情報をどう取るかですが、ジェレミーフラッシュ合わせペイント、あーマンチキンこれうまいな。ジェンジの読みを上回った。これもしかしたらマンチキンもうまいね。バイパーもろ返さないの、そうですね聞いてましたね。こういうところでさ本当に入ってくるか来ないかのチェックなんよね。これでマンチキンがモロを取っておいてるから、そうここ止めれるんだよね。もう一回これマンチキンセンスあるな本当に。ほらここで上げて毒返せばいい。あミスった、あミスってない。ほらいやほらこれでねインビー体力しんどいから、まあ、こういうとこマンチキンうまいよな。まあワンキル欲しかったけど、このタイミングでリテイクを仕掛けるしかありません。あそれはジェレミインビー、それはちょっとインビー、もったいなくはあるな。とんでもないラウンドが出ましたね。ブームボット出すんだったらブームボット先でよくね。これゆえさんびっくりですよ。最終的にチームシークレットがこの攻め先を C サイトにする傾向もあるので、それを読んでの入っていくが、横にはボルコム、ここ狙ってボルコム、うわー殺せないか。まあジェレミーがカバーしてるのが偉いよね。ああいうとこカバーあるとさ、あの要はエイムの方向が2つにばらけるからフォーカス合わないんだよね。あマジで別に FPS でもあるっちゃある。おうまい、おーおーおおカロン強よ、よく取り持ってったな。手かけて引く可能性も考えられますよ。一旦ナイトフォール誘うでしょうね。はい、あフラッシュ合わせジェレミーファーストブラッド、ナイトフォール切れるタイミングがない。ラッキーはどうする、パラノイア来た、引くか、ここはペイントラン、あのジャンピー抜かれたので、まだ我慢してるラッキー。ここでナイトフォールを切らざるを得ません。そしてツリーからカバの車線を取っていく。うわー木抜き内側から、うわージェンジー打ち合いできてねー。自分から引っ張って引っ張ってアングル綺麗に取ってみたいな打ち合いをできてないから、そうですね、ナイトフォール切る前に自分たちから仕掛けをしましたね。打ち合えないよね、人数かけた。だって効果が薄くなりますし、うん、後に切ると今ちょっと匂うなと、うん、チームシークレットもトレイルブレーザー追加で投げ、おっとおおポジションオフアングル、うめえメテオ、うわうちのメテオうまいんだから本当に。個人技で
めっちゃん。ラッキーアプラウラーです。手前のボルコも。いやー。めっちゃんやるねー、マジで。まあ、やっぱ、メテオが強いのって、正直結構いろんな要素があるんだけど、まあ、一番これだけは言えるっていうのは、まあ、俺の配信見てる。これマジだね。狙ってくのは。おお、強い。体力46。ただ、スクリーンがあるぞ。うん、ここはマンチキンです。コウモと弱体化効果って強いですね。そうですね。もう、まあ、弱体化もまあ HP ダウンでもあるでしょう。まずはタレットなどのアビリティを壊さなければいけないタイミングなんですが、フラッシュパラノイア。うわうめえジェレミーそのエントリー。むしろ落としにいった。いや手前のラインから一人ずつ削っていく。一瞬でした。いやーこれ今ジェンジーどうやって勝とうってなってるよ。そうですね、まあ、ただ C 側3人入れてファイトしたのにもかかわらず、バイパースピット、まあ、このマケでしょ。あるラウンドではあったので、まあ強気にやりたいけどなーゲーム。結局サイトの中にスキルいい感じに使われてゴリゴリいかれてるから、どっか前目でファイトしないと。あーれーおっとよいしょー今何かが壊れた。ここでスクリーンが切れたタイミングです。スネークファイトの開始も考えています。 C 側入ってくるところはパラノイアの開始からメテオ横からの車線を通しています。滝川です。追加のスモークによってこれで C の進行はなくなりました。シュラードセットの対応です。そしてドア開けのタイミング、まあ、もうメテオ見たいわ。メテオのエイム見せて。あ今抜き、うん、メテオ今どうやって殺した？得ができている。であとは C サイトの中は開始もありながらメテオに最終的にキルを譲る形を取っていた。最強なんだが。あとはこの C サイトのセットアップが始まった後 B… かなりプレッシャーをかけるジェンジー。シーズグレうま。そうそうこれ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 やればいいんだよ。詰めていくのがジェンジー。ジェンジーはこうやって自分たちがやりたいファイト。それはダメじゃん。今度はメインで潰されて2オツです。それはダメじゃん。となるとメテオのロックダウンより機能する。うわインビ待っています。あるのかメテオ。カバーがしっかりいます。ワンチャン2枚ワンショット2キルあるかなと思ったんですが、うん、ウームボットこのタイミング。あこれで反応してパラノイアを返すか。トレイルブレイザーが飛んできた。ポントのタイミングパラノイアの開始3人にヒット。プラウダーここで詳細です。これは前に行けない。いやーこれ TS がうまいな。そうだよねこれ TS めっちゃうまいわ。入ってくるそこには。いやー TS のエリアコントロールが全然うまいわこれは。クロスの車線が組めました。うまい。いやそれは死ぬわ。炙り出したか。キルは拾えたか。4対3。残り19秒。おエイムなんとかキル拾って3対3横からジェレミーが入ってくる。いやナイスカバーだ。ナイスカバー。マチキン設置は。おーどうにかしたぞジェンジー。まあ TS シフトが良かったけどそっからのファイトめっちゃ一人でやったね。この B サイド問題はこの位置 NDG インビどう止めるか。スネークバイトで足止め。おお入ってきた。インビくると対応して横からボルコムのパラノイアが来るぞ。時間がしんどいよ。えメテオ、メテオいつもありがとう。メテオいつもメテオメテオメテオ。打ち合いだインビ、まあ、ちょうど今のタイミングですと、まあ、ボルコムのリンク側あとはアッパー側のジェレミー次のラウンド以降のことも考えたジェンジーの立ち回り。オーブ2個回収のプランです。頭のラインがずれますがここはいい抜き。メテオが取ったからウルトが上がったね。 A 側の進行です。バックサイト、うん、エクシャーショーストップアップ。うおダブルキル高めのメテオ。おお同点ジェンジー。レッツゴーメテオ。さあジェンジー勝ていけんぞ。オーブ回収すると対応されるからと、まあ、むしろこうガジェットを壊して。あとこれ A メインどうでしょうか。あーここジェレミーです。うん、まあ、ラッキーアはもしかするとプラン狙うか。手前ショーストッパージェレミー、ラッキーアうわーマジかよ今のかっこよ。ナイトフォールフェイク
った C 側ジェシーバッション。しかもこれ2人とも音聞いてるから、あバイパウルト使った。いやこれ時間がまずい、マジでマジで時間がまずい。フロムザシャドウズ、あ B 行くんだ、うま寄っていったのは B 側です。うめー、そのチョイスマジ。階段の位置のラッキーはどうだ。ナノスワム、アッパーからカロンが耐えている。うん、これもうあとはカロン次第になった。インビーボルコム頭入った、挟み込んでいくが、カロンはどうだ。インビーとの打ち合い重要だ。ここインビー、勝った。そして取り返しがチームシークレット、 TS1 本目やっと取ったね。厳しい盤面をひっくり返しましたチームシークレット。ジェンジークソうまかったけどな。重要な局面、苦しいですねチームシークレット。残り40秒。いやでもこれフリーズ演出だから2回目のホーントを使いながら、あー強っ。頼むや超突破、全く見えない。うわリポジションした、シュラウドステップで、あっとうわーでかそれ。当てんのかい。高台を取るが手前に入った、ジュークは見える。うわーディクスチャー横からカバーに入った NDG、綺麗なパラノイア2人に刺さっている。ドロップ合計3名。うわーこのウルトスクリーンを使ってきます。前に出る1位トレード、オーバーピーク、うわうわ体力が残りジェシーバッシュ、わわ時間は時間はない、おー時間ノータイム。いや人事12本やる、何か抜かれそうな感覚でありますが、向いてますからねカロン。前に出たインソーク、うわこのシーズン。いやでも行かない、あと B 前のバレーメテオの位置。うわメテオメテオいつもありがとう。コーナーと NDG 中に入ることしかできないですか。カロンのカバーが入りません、設置まで持っていきます。 GG そして最後はテクスター13対9、 Let's go ジェンジー。マップカウント1対1です。手前の情報もない、うん、であればこれ明けだろうと、A プッシュだろうと判断しました。壁を伝ってディフェンダーサイド側まで取っていく素晴らしい判断を取っています。足音も聞こえている。設置完了です。ディジースタート、フラッシュ、何も見えない何も見えない。うわーフラッシュうめー、メテオ打ち方うめー、完璧ジンジー取り返成功。いやーここで月光の強さ出た。手前に入ったバッキー、ラキア、すれ違ってバッキー勝負、一人持っている。いや十分すぎる、かつてあったゾンビゲームのようです。マンチキン、シェリフの勝負はどうだ。まずはメテオの射線が通ってからマンチキンの位置は警戒されていない。ボルコム、しゃがんで落としていきます。気づいていない、ただメテオよく見ていました。最後は打ち合いができました。いやいいねいいねいいね、ピークしてこないよな、オペあるから。オペレーター置けています。ジャンプピーク狙い、ジェルミーが手前、ファーストブラッターインビー落としていったテクスチャー、ただここ横からテクスチャーが、わーおーラキア、おーテクスチャーうますぎ。それやってるんですね。手前のジェシーバッシュを落としたのはカロンです。うん、3人目は早すぎましたね。うわ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 乗ってます。これもテクスチャーの明らかにテクスチャーを警戒している動き、3人のピークが見えた。まずウィングマンの開始、ハンターとフューリーが飛んでくる、テクスチャーさせに来た。うわエンビー強い、そこに対してはすでにメテオの車線が通っています。高い位置を取っているボルグムも帰ってきます。うわメテオお前偉すぎ、メテオメテオ、これは勝ち解除が通るでしょうか。高い位置でかわしています。アンチキンが抑え、7本目はジェンジーです。確かにジェンジーのリテイクの速度もそもそも反応していない。うわうめえメテオお前ってやつは、いやさすがですね、おいつでも配信来てくれよ本当に。エッジのタイミングではフラグメントの開始、右側にはスネークバイト、リコンボルトも効果はありません。うわマチキン、うわレッツゴー素晴らしいよ。いや3秒エースですよ。いや3秒エースですね、はい、やっと NDG がこうミッド、さすがにこいてるわしようとした瞬間ジェルミーがマンチキン落とします。さすがにこいてるお前、でもやっぱ、ここもジェルミー嘘でしょ、むしろブレードソーム切るのか。
前でのトーク、ファーストブラッドインビー落とします。この強気のオペレーターでのワンピック、カロのスネークバイト、テクスチャー、うわー、決めた、ここ打ち抜いてる、CDMI とか宮殿プラス撮影できないのにやってるけど綺麗。カロは10秒キル、おエイムで支配しました。やっぱジェリーか、ついた、あ、あ、強い、まずここですね、え、うわ、当たってる今の、うわー、すーよー、これじゃリプレイで全部終わりましたからね今。ファーストコンタクト、手前のインビ、うわー、イコールうま、スティンガーじゃないでしょ、それスティンガーでのダブルキル、うおリコンと合わせて、ここもインビーです、うん、ブブンブブン、全員でサポートいるのが分かった、インビーエースエース、うん、どうでしたっけ、うん、いやー、インビー17キル、ジェシーバッシュ1キル、おい、ジェシーバッシュもう疲れてるぞ、33だっけ、あ、取りに行きますね、これでオーブ回収、おい、出た、ジェシーバッシュ狙えしましたね、あえて張り付いた位置、手前での勝負、ドライでギリギリまで上がってるぞ、ただこの距離であればスペクターは非常に優秀、強い、うわ、ボルコもそれスペクターうめえよお前、設置ディジーダブルピーク、手前を取りに行く、おー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 、ヒットして綺麗だ、ダブルキルを取り返していくのはジェンジーです、ここはメテオ、お、ダブルキルの対応です、うん、9対6、なんとか取りましたジェンジー、そんなラウンドになりそうです、まずはイエローへプレッシャーをかけるが、ミッドからのハンターズフューリー参入だったー、うーわ、スラッシュでまず時間を稼ぐことが可能になりますね、まあそうだね、メテオのこのウルト使って時間をめっちゃ引っ張ります、いやーそれテクスチャー、スラッシュで時間を稼ぎます、ダブルヒット、これでかい、上がれないから、しかも壁も壊せる、これ壁がある、うまいうまいうまい、先にいたボルコム、カバーに入った NDG、イエローに対してはどうだ、リダレクションが入り、人数が多い状況、バッキー出てくる、うわぁ、うわぁ、カロン10本目、オーマイガー、カロンが救いました、そして全員が飛びます、世界救ってるわそれ、ジェンジーかなり追い詰められてる、ジェシーバッシュリコンボルトの構え、いつでも使えるぞと、まずはロックダウンでしょうか、あれ切らない、切りませんね、NDG ファーストブラッド、おっと、来た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 、これワンチャンス、どうだ、インビー、うわー、いいカバーライン、オルコムとの車線管理完璧です、イエロー2残された、うわー、そこはオルコムを抑えます、うん、DS 逆転、逆転ドローンを返していきます、何人映るか、うん、1人映った、2人映った、3人映った、4人映った、全員映ってしまった、うわー、またきつい、どうするジェネミー、 DG は壊せている、ジェネミー1人バックブリッジ、いやージェンジキングウェイも捉えています、フラントは結構ジェシュラシーいいかは、早めのリテイクを抑えていきます、3対2の人数状況、うわー、裏手は NDG です、うわー、この角度、うわー、噛み合ってる噛み合ってる、もしかして私たち、うわー、あと1が分からない、マチキンの位置は特定できた、会場フェイク、うおー、よかった、右に入ったのが分かった、マンチキン You can do it、 ジャンピック、パフいけてない、マンチキンの駆け引き勝ち、抜いてる、うわーしかもこれメテオと KO のウルトが溜まった、11対12オーバータイムなるか、ジェンジー勝ち切れるか、チームシークレット0ポイント、手前のジェレミーの位置が分かりましたが、ドローンによってベルトからの進行は抑えました、壁使って手前の手の勝負を狙っていく、うわーメテオー言うて起こして5対5、さあどうだこれ、ギリギリまでキル狙う、2-2トレード、うわーテクスチャー、お前ー、いやマチキ本当にそのプラントでいいの、今の KO ナイフ映らないんだったらオープンの方がいいんじゃない、画面はあのサイト横で今のナイフ映んなかったら相手覗いてこれないんじゃない、マンチキン覗いてるポジションうまいねー、マンチキンがサイト上 CT 覗いて、 NDG ワンオンツー、NDG リテイク、ここの勝負よ、おーテイーン、テイーン、レッツゴー、いやーこのラウン
NDG は完全リテイクの体勢。あーこれリテイク残り30秒スネークバイトが飛んでくる。ゼロポイント。スネークバイトを先に打ったボルクもエラー。うわ、え、手前にはカロンが対戦している。テクスチャー楽、楽。テクちゃん、テクちゃん。カロン。ローテン21。うわ、ボルクも強い。残り15秒。まずい。ジェッジまでいけるか。まずい。ボルクも。しかしイエローカロン。まずい。ワンワン、ワンワン。ショーティーの構え。うわ。取ったテクスチャー。タフだな。あーボルコムからしたら難しかったですよね。タフだなこれは。いやこれだけでアクションが、メテオ好きだから人事かな。これかなり重要なアクションでしょ今の。これチームシークレットもローテーと TS が勝って TS がゼタに勝つと3試合目消化試合になる。うわっジェミーワンピック。ただラークにも見えるバックブリンク。いやこれジェレミーうんまっ。マンチキンお前インビー倒したのどうやって。いやマンチキンデカすぎ。ほぼクリアにも見える。ボルコムダブルキルが必要です。これ予想外なポジション。ボルコム一人だった。それでも情報は取ったがむしろカロンに渡してバイパーズピットのプランだが抜かれた。となるとウィングマンも使った。自ら設置する必要がある。ラキア続いてワンワン NDG 一緒分かってる。 9HP ラキア今季から入ってきたこの NDG がワンワンセーフ。うわー JJ 15対1。勝利はジェンジです。ジェンジレッツゴー。読み切りましたね。こちらも体で行くしかありませんでした。疲れすぎだろこれ。ゼタにとってとてつもなく有利な状況です。チームを救いましたね最後。 OT しまくってこの結果、そして次戦この OT をしまくってとんでもなく疲れた TS が相手。これは最高のお膳立てですよ。3マップを通してジェンジありがとう。これはねきついぞ TS。 ただそこをジェンジが最終